NHK 連続テレビ小説虎に翼は日本初の女性弁護士で、裁判官に転身し家庭裁判所長へと昇進、日本の家裁の母と呼ばれる三淵嘉子さんをモデルにしたドラマです。朝ドラ虎に翼では彼女の女学生時代から物語を展開します。ヒロイン智子を伊藤沙莉さんが、母親を石田ゆり子さんが、父親を岡部隆さんが演じ、このキャスティングはいいですね。特に私の大好きな石田ゆり子さんの姿は楽しみにしています。私の制作した三淵嘉子の生涯は生まれた時からを描いています。また制作にはたくさんの文献を読み、史実に忠実な物語になっています。チャンネル登録の上本編をご覧ください。朝ドラと合わせて見ることで、ともこの魅力がさらに深まることでしょう。